皆さんこんにちは。ペンタックスの一眼レフが欲しすぎて我慢できずにヤフオクで動作不良のジャンク品を買ってしまったアズイズカメラです。本日の動画は絞り制御故障のペンタックス一眼レフを分解せずに5分で復活させる必殺技の紹介です。買ったのは K30 という機種で、絞り不良、写真が真っ暗になるジャンク品というのをヤフオクの週末割引込みで7300円で落札しました。この頃のペンタックスの一眼レフによくある持病ということで、分解すれば修理できる可能性にかけて買いました。この不具合は通称黒紙病と呼ばれていて、絞り制御システム内の金具が磁気を帯びてしまうことが原因だそうです。届いたものを見てみるととても綺麗です。ブルーメタリックなボディもすごいかっこいいです。これは何としても修理したい。まずはどんな状態なのか動作確認からやってみましょう。出品者さんが古いシグマのレンズをつけてくれていたので、まずはそれを使ってテスト撮影してみましたが、やはり真っ暗に映ってしまいました。ただこの不具合、絞りリングのある古いレンズで強制的に絞り解放にしてしまえば撮影できるとのことで、やってみたところ確かに撮影はできました。ただし古いレンズしか使えないことと、解放以外では安定して撮影できないことから、これで大丈夫と言えるようなものではありません。ということで、デジタル世代の絞りリングのないレンズも1本ジャンクで用意してテストしてみました。こちらで撮影してみましたが、やはり真っ暗に映ってしまい、まともに撮影できませんでした。要修理で確定です。この不具合は胎児のせいであることと、その部品がレンズマウントの赤色の点の裏側にあることは、ネット上で先輩方が突き止めてくださっています。胎児ならば、別の強い磁力を近づけると、変化がある可能性があるので、100円ショップでネオジム磁石を買ってきて、まずは外から近づけてみました。なんとこれだけで、さっきよりちょっと明るく絵が映るように変化しました。もしかすると、ネオジム磁石を近づけるだけで治るんじゃないか、と考え、4つの磁石を直列にして磁力を強化して、やってみました。すると、磁石の近づけ方次第で、さらに悪くなったり、ちょっとだけ良くなったりはしますが、残念ながら治ることはなさそうでした。でもネオジム磁石の磁力で、影響を与えることができるのは分かりました。ならば、この磁石を使って、正直を作ってみましょう。鉄は磁石にくっつけると、近づけた極に応じた磁力を帯びてしまいます。ならば、連続して2極の胎児を繰り返すことで、影響をかき消せるはずです。ネオジム磁石4つを直列に重ね、その下に T 状になるように、適当な軸を置いて、マスキングテープで固定しました。これを電動ドリルに取り付けて回転させます。まずはこの正直が機能するか確認してみます。実験として鉄製の小ネジとピンセットを用意しました。最初は全くくっつきません。次にピンセットを磁石につけて対峙させます。するとネジがピンセットにくっつくようになりました。よくあることですね。では障子を実行してみます。さっき作った障子を電動ドリルにセットし、回転させたまま対峙したピンセットを近づけます。そして数秒近づけたら、ゆっくりと障子からピンセットを遠ざけます。そしてネジに近づけてみます。すると、なんということでしょう。さっきはネジがくっついたのに全く無反応です。障子テストに成功しました。ちょっとだけ磁石にくっつけると、また対峙するようになりますね。楽しい実験です。それではいよいよ、K30 の絞り制御システムを障子してみましょう。電動ドリルで穴を開けるわけではなく、ただ近づけるだけです。
10秒程度、正直を赤い点の裏側に近づけて回転させました。ちょっとずつ位置を変えて、念のため数回やりましたが、こんなので治るんでしょうか。とりあえずこれだけで、デジタル用レンズをつけて試写してみました。なんと、一切分解せず、外から100円正直を近づけただけで、撮影できてしまいました。やってみた自分が一番びっくりです。1枚だけではなく、他に何枚か撮ってみましたが、どうやら大丈夫そうです。外ではどうでしょう。すべてオート、デジタル用レンズをつけて撮影してみましたが、外の明るさにも対応できているようです。日中、明かりを消した屋内で、ワンコも撮ってみました。可愛く撮れたので、これにて修理完了です。ちなみに、内蔵フラッシュも使ってみました。バッチリ動作し、迷惑そうな表情も鮮明に撮影できました。7時間後にも撮影してみましたが、すぐにまた調子が悪くなる、ということはありませんでした。さらに翌日も動作検証しました。古いシグマズームで撮影すると、全部ではないですが暗く映ることがありました。残念ながら完璧とは言えないようです。いつまで持つか、他のレンズはどうかなど、今後も要確認です。最後に K30 を紹介します。2012年発売の APS-C デジタル一眼レフで、ペンタックス伝統のボディ内手ブレ補正機能を持っています。ペンタックス、K マウントは、フランジバックがオールドレンズでポピュラーな M42 マウントと共通で、オールドレンズでも手ブレ補正が効くとのことです。ジャンクレンズでは、ペンタックスマウントのものがたくさんあるので、ずっと探していました。我慢できず買いましたが、ほとんど手間なく使える状態にできて満足です。ちなみにこのカメラのシャッター使用回数を、shotsu.com さんで調べてみました。撮影枚数は9433枚だそうです。素晴らしい。見た目もピカピカですし。今回は強力なネオジム磁石で障子に成功したようですが、構造的問題が解決されたわけではないので、またいずれ退治してしまうのはほぼ間違いないと思います。ただ、障子は5分でできる目処が立ちましたので、とりあえずこのまま使ってみようと思います。でもすぐ悪化したり、使えないレンズが多いようなら、今度は分解整備に挑戦しようと思います。やらないで済めば嬉しいですが。本日の動画はいかがだったでしょうか。これからも動画を投稿していきますので、次も見たいな、と思っていただいた方はぜひ、チャンネル登録をしていただけると励みになります。評価も嬉しいです。それではまた近いうちに、お会いしましょう。